はい、6月の17日月曜日、今午後4時半になったところです。今日の日経平均株価はですね、大幅安、712円安ということになりました。 1.83% 安、トピックスも46ポイント安の 1.7% 安。グロス市場250指数だけはですね 0.08% 安ということで、非常に、まあ、軽微な下げに終わりましたけれども、まあ、プライム市場を中心にですね、今日は日本株は大幅に、まあ、下げたということになりました。まあ、フランスのですね、まあ、政治不安、まあ、フランスに限らず欧州全般の、まあ、政治不安、日本のマスコミは、まあ、右派とか極右とかいう言い方をしてですね、なんか恐ろしい人たちがヨーロッパで台頭してきているかのような、まあ、そういう話ぶりで、まあもちろん現政権からすればですね、大変なことなんですけれど、まあ民衆もバカではないので、やっぱり今の政権を持っている人たちに対してはですね、一言言いたいっていうか、うんと文句を言いたいという気持ちもあるに決まってるわけですね。まあドイツでも結局今のショルツ政権が、まあ必ずしも悪いばっかりではなくて、まあメルケルさんの時代にですね、まあロシアとあまりにも近づきすぎた結果がですね、今のドイツの状況を招いている。まあエネルギー問題がもうニッチもサッチもいかないところに来ているということですよね。またドイツに限らず EU 全体もですね、まあトヨタ潰しのためにですね、ものすごいやっぱり EV シフトを加速させた結果ですね、もう結局ヨーロッパの自動車業界はガタガタになってきていて、もう中国にですね席巻されてしまっているということですよね。でグローバル市場においてですね、中国の EV に対してですね、ある意味日本のハイブリッド車しかですね対抗するものがないかのような。でアメリカはもうガソリン車絶好調で売れてると、まあ、こんなような状態、もう次のトランプ政権をですね、まあ、見越しているかのような、まあ、石油業界の動きにはなっているわけですね。動画の途中で失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。まあ、今回、まあバイデン政権に対してですね、まあ民衆が非常に厳しい目を向けているっていうことも、欧州でそういった、まあ、現政権の、まあ、担当者、大統領や首相に対してですね、厳しい目を向けているっていうのも、すべてやっぱり、まあ、SDGs だとか、まあ、ESG だとか、聞こえはいいし、誰も反対できないようなグリーン政策ですね。しかし、その裏にはですね、ものすごい利権があってですね、グローバル主義のですね、まあ、行き過ぎた中で、農業従事者の人たちとかの不満がものすごくやっぱ溜まっているということ、その表れであって、まあ極右だとか右派だとか言って、まるでナチスが台頭してるかのようなね、そういうまあ報道の仕方っていうのはどうかと思います。むしろやっぱり現政権の歪みをですね正すためのですね、まあ、いい傾向ではないかと私は思いますね。むしろ日本はですね、まあ、そもそも政治資金のですね、まあ、いわゆる不記載の問題をですね、裏金という話になってに、まあ、全部すり替わってしまってですね、もうとにかく自民党の議員はみんな裏金作ってるかのようなイメージで、そういう、まあ、つまりお金の問題で自民党を叩いてるっていうことに、まあ、終始してますが、まあ、私からすれば岸田政権の取っているですね、やっぱりLGBT 法案にしてもそうですし、それに、まあ、このところトヨタのハイブリッドが、いや、ホンダのハイブリッドが売れてるから、だいぶ考え方変わってきたにしてもですね、
ものすごいやっぱりその日本の自動車業界、日本のまあ経済の根幹を成す自動車業界に対してですね、今はまあいわゆる認証不正なんていう話になってますが、もうとにかく日本のまあ車の業界を悪く言うのがですね、趣味のような人たちがまあマスコミや政治家の中にあまりにも昔から多いし、今でもまたその人たちがですね、まだ活躍して、まあ、中国の EV を日本に入れたがってるのかなと、まあ、国交省の担当大臣の、まあ、所属の政党なんかまさにそれを、まあ、待望してるんではないかなと、まあ、思われるような、まあ、状況が続いていますよね。ですから日本の場合は、まあ、政治を正すというよりか、まあ、マスコミとかですね、まあ、野党のプロパガンダに、まあ、惑わされた人たちがですね、まあ、自民党を叩いていると。もちろん自民党褒められたもんじゃないですよ。全然話にならないんだけれど、そんなことよりもっとやってる政策に対してもっとですね、是々非々を言ってもらいたいなというのが、まあ、私からしたら私、まあ、本音ではあります。まあ、そんな中でですね、まあ、欧州の政治不安と言っているんですが、今日の下げの本質はやっぱり日銀の今後の政策に対するですね、心配と言いますかね、それが大きいんではないかと思います。現にですね、昨日の先週金曜日の12時35分に、日銀のですね、結果、日銀の政策決定会合の結果が発表になった時は、結構、ハト派、つまりその6月からいきなりも国債の買い入れを減らす、まあ、6兆円を5兆円ぐらいするんではないかというふうに思っていた人たちが、あ、なんだやらないのかと、随分ハト派だねっていうな感じで見ていたわけですよね。で、株式市場もまあまあ、強めに、まあ、しょぼい、まあ、96円高ではあったけれどもですね、まあ、強めに反応したと。ところが3時半からの植田総裁の会見を聞いているとですね、国債の買い入れ減額はそれ相応の規模になると決めたからには、そんなまあ小さいものではないと、まあ、結構植田さん何回もこれを強調しましたね。まあですから結構植田さんの話はかなり高派だったわけですね。これにびっくりして先物価格が植田総裁の、まあ、会見の途中でどんどん下がっていっていた。その流れを受けてまたその欧州とかの株も急落しているっていうこと、まあ、その延長線上で今日は、まあ、日経平均株価を大幅安をしたというのが、まあ、本当なんではないかなと思います。まあ、下がれ始めていくと、まあ、いろんな理由が言われるけれども、下がるときは、まあ、こんなもんなんでしょうね。やっぱり下がるときはこういう、まあ、もう、理由はいろいろあろうけれどもですね、まあ、下がるものは下がっていくと。こういうことになると思われます。じゃあ、このままもう日本株ってこれも今年はチャンスないのかなと言うと、そんなことは全くないと思っていて、まあ、基本的にはですね、やっぱり第一四半期の結果が分かってくる頃になってくると、だいぶまあムードは変わってくるんだろうというふうには思いますね。まあ、しかしながら今の状況というのは、まあとりあえず日本株を買い上げるムードはもう全くなくなってしまったんですよね。ですけれども、まあ、前回も3万8000割れたとこから急激に反発しているので、今日は日経レバーなんかを中心に、まあ、個人投資家はかなり買い越しているような感じです。おそらくまだ売買動向、正式なものは分かるのは来週にならないと分かりませんけれど、おそらく今日のネット証券の手口なんかで見ていてもですね、個人投資家は相当日経レバーを中心にですね、買い越しているものと思われます。これがですから、今週この後なかなか好転せずにずるずる行くとなると、投げが投げを誘ってですね、思わぬところまで下がっていくっていうことはあり得ますけれど、そのこと自体が日本の株式市場の将来を、まあ、暗くするものではなくて、やっぱり、4万1000円台まで上り詰めた日経平均が一旦こう急落する中で、
まあ4月の19日の一つ目の下げからもう一回戻って、そしてもう一度下げると、まあ暴落というのは下がって戻って下がるという、この3つのまあ波が大体基本的には行われるということからすると、まあ今戻った後の下げの相場に入っているっていうふうに考えるのがまあ適当ではないかと思います。ですからこれはまあリズムとしてやっぱり日本株が今下げるリズムに来ているということになると思われますね。まあアメリカどうなんだと。まあアメリカは確かにダウ以外、特にナスダックはまた高値を更新したわけです。で、S&P500 種もまあ、ちょっとだけ下げたんですが、まあ実質的にもうほぼ史上最高値圏。まあこれは NVIDIA を中心としたですね、アメリカのまあ Apple やまあ Microsoft やアルファベットやメタやというまあこういった大テック企業の株価がもうこれだけ上がってしまうとですね、ナスダックも S&P500 種ももう他は小さいのはあまり関係なくまあ上がってしまうというまあ今構造的要因ということが言えると思いますね。したがってこの辺の株価にやや変調が来た、変調を来たすようなことになれば、まあアメリカ株も一旦は大きな急落ということがあっても何らおかしくはない。ただ日本にはそのアメリカの NVIDIA みたいな株があるわけではないので、まあ日本株は今はまあ順当に下がらざるを得ない状態になっていると、こういうことなんだろうと思います。まあやや時間はかかるかもしれませんが、何と言いましてもこの6月中に3月決算の銘柄の配当金だけで7兆3000億円ものお金がですね、配当金としてまあ投資家の懐に転がり込んでくるわけですね。このライブをき私のこの動画を見ていらっしゃる方のお手元にもですね、かなりの配当金が入ってくるんだろうと、3月末に持ってらっしゃった方はですね。そうなってくるとこの7兆円のお金がですね、やっぱり株に向かう可能性というのはまた十分あり得るわけでして、今日のような日にですね、必ずしも弱気にばっかりなることはない。ただしすぐに回復することもないかもしれないので、しっかりとまあ見通しを立てながらですね、下がりすぎている銘柄や今後の見通しの業績の見通しのいい銘柄の、まあ、割安な銘柄をですね、まあ、淡々と買っていくということが、とっても重要なことではないかというふうに思っています。大阪で7月6日と7日に、セミナーをやります。リアルのセミナーをやります。もしご興味のあられる方は概要欄からお申し込みください。7月6日、7日に大阪でリアルセミナーを開催します。セミナーでお話ししたい内容はズバリ、2024年の年末までの相場展望、そして私たちが注目する有望銘柄、日経平均、まあ、4万3000円に向けてのですね、まあ、相場の動きなども解説していきたいと思っています。さらにセミナー参加者限定で、ネクスト NVIDIA が期待できるような、そういった銘柄についても、解説してみたいと思っています。ぜひともご参加くださいませ。セミナーへの参加お申し込みは今すぐ概要欄からチェックしてください。皆様とお会いできることを楽しみにしております。動画の最後に失礼いたします。私、竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っています。ております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい。長期的には億の資産も築いてみたい。毎日の利益も積み上げたい。そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。